道の駅小川に到着しました。手打ちそばとおやきを食べます。美味しいです。母ちゃんはミックスです。あとね、あんこもあるわ。お蕎麦が届きました。手打ち蕎麦です。いただきます。大町ダムに到着です。北交省の建物がありました。大町ダム管理所です。ぐる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 。はい、これが龍神湖です。大町ダムです。後ろに北アルプスがちょっとだけ見えてます。はい、龍神湖に到着しました。昭和62年7月26日命名だそうです。龍太が生まれた年にこの龍神湖の名前がついたということです。さっき歩いた園庭が見えてます。龍神湖を一望してます。ここに見えるは大町の町並みです。あんなとこ車止めてる人いるんだけど危なくない？大丈夫ないね。 さっきのこれ行き止まりなさった。今日は6月の22日です。黒部ビューホテルに行ってきました。大町ダムを見てやっていきました。朝は黒部に行きます。はい、ではいただきます。今日は6月23日の朝です。朝ごはんです。何を取ろうとしてるの今？どこが、どこの、ここから出かけるところの父ちゃんらしいね。はい、じゃあ今日も快晴だね。はい、はい、じゃあ出発進行です。天気が良くて幸せです。出発。黒部ビューホテルを出たところです。大木沢に到着しました。よいしょ。すごいね。黒部平の水です。パパちゃん飲まないの？はい、飲むよ。はい、大観望が見えてます。飲まないの？飲みます。これは黒部平の駅です。大観望が見えてます。The Takayama Ropeway is famous
次トロリーバス乗り場です。大観望からの風景です。違うね。ジルブダムのレストハウスがちっちゃく見えます。こっちです。そうそう。今日は6月23日。梅雨の中の晴れ間というのもあって、そうです。三田原、三田原すごいな、雨だ。自然ってすごいね、うん、なんかこの雪もなんか地層見えなくなってるのが怖いよね。すごいよね。これに降ったって感じじゃなくて、降り積もったって感じじゃない。なんか向こうもすごいね。なんか見たことない山が、うん、生まれて初めてこう富山県側行った感じする。あれだ、すごい、すごい予約が必要なんだね。三田ヶ原に到着です。はい、12時半でいいのかな。
なんと三田ヶ原は木道が10メーターぐらいで進んだところで雪で通行止めになってました。道路を立山方面に降りてきました。ここからの眺めがいいのでお弁当はここで食べることにしました。おいしい。これも以上です。お腹もおうわぁすごい。雪解けが進んだところから岩井町が折り当てます。おー、おー、おー、天ぷらに早食べ、これはかなり楽しんでいるこれ、ね、大きいのがいつだけ天ぷらに全部かんだかるかあれ、ライトがなかった大丈夫写真も撮ったら、ライチョウが、あー、ライチョウがいるよ。うわぁ、ライチョウが。この辺から撮ったら。あー、いい、毛づくろいしてるライチョウが。うわぁ、きっと向こうに見えるのがあれは親です。やった、以上です。が池方面に向かってます。ライチョウが見えました。念願のライチョウを見ることができました。少し雲がかかってて山頂が見えます。はい、じゃあ ピザトーストを食べにやってるかな。多分あそこに見えるところだと思います。では出発です。みくりが池経由で、あ、みくりが池が凍ってるよ。みくりが池が凍ってます。ミクリガ池が溶け始めてる様子がわかります。向こうの立山の山頂がほんの少しだけ雲の間から見えます。向こうの立山山頂は山ママです。うわ、ママちゃんです。こっち行きの奥谷の方の山もちょっと見えます。奥谷の方の山も剣岳が見えません。1995m。君の名は。うわあ、ライチョウくんだ。ライチョウくん。ライチョウくん、ライチョウくん、バイ。今日は水ヶ原にと室堂に行ってきました。水ヶ原食べました。見ちゃいました。ライチョウに出会えて最高です。
今日は6月24日土曜日です。昨日は無事ライちゃんとお会いできたので今日は大満足で、近くの公園を散歩に行きます。ではいただきます。ここはお部屋の様子です。見て、どれどれ。あとね、女風呂ここから見えないんだけどね、ここにね、お風呂の目の前にツツジがいっぱい咲いてる。ああ、ツツジあったよ。本当？あ、男風呂の方も。ツツジが咲いていきます。ほら、窓からの風景です。あ、北アルプスはちょっと見えません。